とも、めちゃめちゃメッセージです。はい、ということでね、ちょっともう髪型ね、バグってるんですけどね、えー、一日せずね、やっていきたいな、ということで、えー、今日はね、ちょっとあの、ホリシュナ選手ですね。えー、ほんでこのね、ホリシュナってね、誰やねんって言うとね、えー、報徳学園のね、え、キャッチャーで、えー、ほんでね、この春ですかね、えー、報徳はねあ、山の修学院に負けて、えー、選抜ね、準優勝で、ほんでその時はね、えー、キャッチャーです。んで、ごめんなさい、グミ食べて。 ほんでねえー、その、ね、キャッチャーが、ね、めちゃくちゃ、ね、いいってことで、えー、今秋、ね、ドラフト候補なんですよね、えー、ほんでねこれを、ね、正直言,言わせてもらうんですけど、えー、プロでは、ねちょっとね、通用しないと思います、えー、だから、ねえー、指名も、ねえー、すると思っていて、えーほんでねまあ、その、ね、理由とかもいろいろ言ってきたらなということで。 えまずね、このね、堀くんってね、結構ね、みんなね、評価されてるんですけど、これね、言いたいのはね、意外と、あの、評価はめちゃくちゃね、低いと思ってて、ほんで、まずなんですけど、身長がまずま178で,で、体重78キロぐらいで、まあ、細身のね、体の子で、ほんでね、まずね、一番は、やっぱバッティングですよね。やっぱバッティングがね、やっぱね、えー、全然ね、えー、その、プロレベルじゃないんですよね。 え、ほんでね、えー、プロレビューじゃない上に、やっぱね、その、どこがね、えー、その、守備力とかね、あの、配球とかもね、別にね、そんなね、めっちゃいいってわけじゃなくて、ただね、型がやっぱいいから、取られるんちゃうんかってね、思ってる方もいるんですけどね、えー、まあ遠投はね、えー、まあ、100を掘って、ほんでね、キャッチャーとしてはね、えー、まあなんて言うんですかね、まあ、取られるんちゃうんかってね、みんな思うんですけど、やっぱりね、僕が思うにはね、やっぱ、 バッティング、やっぱね、キャッチャーって、やっぱそのね、打てなくても、やっぱその、キャッチングとか、やっぱね、肩がね、良、えー、かったらね、出れるってイメージある、あるんですけど、でもやっぱりね、ある程度はね、やっぱね、バッティングね、打てないとやっぱダメなんですよね。えー、正直ね、肩のいいだけのキャッチャーやったらね、えー、めちゃくちゃいるんですよね。えー、どの球団にも。えー、まあ、いわばですけど、中村翔聖選手ね、えー、が通用してない、えー、プロのね、<laughs> 1一軍のレベルじゃない通用してないっていう、ね、レベルなんで、えー、じゃあその、ね、中村翔征、えー、選手よりか、えー、上野選手かって言われたらそうじゃないじゃないですか、だからそれ以下の選手をねやっぱその、ま、伸びしろはねまあ、そのどうこうあるんですけど、あのそんなに、ね、取るかって言われたら、ね、僕はねそんなに、ね、取らないと思うんですよね、だからやっぱこうキャッチャーで取られるってなったら、やっぱほんまにめちゃくちゃ、ね、いいキャッチャー、その森友哉選手レベルのキャッチャーか。 ほんまにこう、なんて言うんですかね。えー、なかなかね、もうこのバッティングがめちゃくちゃいいね。キャッチャー以外もね。えー、その肩とかやっぱね、キャッチングとか守備力ではね、えー、高卒ではね、取らないと思うんですよね。えー、だからね、そういうのを踏まえて、だからね、えー、この堀くんは、えー、選ばれないと思いますし、なかなかね、通用しないと思うんですよね。えー、まあそのね、報道出身ですからね、その小僧選手とかとね、こうバッティングをね、比べられるんですけど、もうほんまに、 全然ほんまに違いますよね、そのレベルが。えー、小僧選手がほんま、えー、100やったとしたら、まだもう20も、ね、ないぐらいのね、まだまだね、バッティング技術なんで、えー、こっからちょっとね、あのー、 はい、ちょっとね、えー、途切れてしまったんですけど、まあ続きをね、言いますと、えー、まあね、このね、堀くんは、まあ確かにね、実力みたいなのはね、その高校生レベルで言ったらね、めちゃくちゃに高いと思うんですよ。ほんでね、肩もね、強くて、えー、ほんでね、まあその、なんていうんですか、甲子園、えぇ、ー、選抜ですけど、準優勝までね、導いたね、えー、まあその実力もあるんでね、結構ね、評価ね、えー、されてるってみんな思うんですけど、えー、僕が言いたいのは、えー、高卒でね、取るキャッチャーの基準って、 えー、やっぱねバッティングなんですよ、やっぱ打てるキャッチャーがね、日本はねずっと欲しい欲しいってね言ってきて、キャッチャーイコール、なんかこう、なんかね、打てないとかね、えー、まあ、そのキャッチングメインっていうんですかね、その打てるキャッチャーが少ないんで、えー、高卒ではね、えー、打てるキャッチャーはねメインで取っていくんですよ、でそのキャッチングとか、そういうね細かいのは、あのー、まい、あ、わばですけど、えー、大卒とかね、社会人とかで、えー、取るんですよね。えー、だからねその高卒で まだね、この肩だけが強いっていうのが取り柄で、えプロにいけるかって言われたら、僕はね、ちょっとね、そうじゃないと思うんで、えー、まあ、そのね、キャッチャーがね、足りてない球団はね、欲しがるみたいな感じでね、書いてたんですけど、えー、まあ、そんなね、肩、えー、だけで、えー、めっちゃね、欲しがるね、えー、球団とかはね、まだね、全然いないと思うんですよ、それやったらね、多分ね、大学4年間泳がしてから、えー、もう一回ね、プロ志望出した方がね。 まあまあ、プロでも、ね、出すことは、ね、めちゃくちゃ、ね、いいことなんですけど、えーまあ、プロ行ってからね僕は通用するかとかねプロに選ばれるかって、ね、言われたら、ね、僕は、ね、厳しいと、はい、思います。まあね、あのー、なんて言えばいいんですかねこの甲子園マジックってほんまにあってこの選抜とかね、えー、夏の甲子園とかってほんまにねんみんなが思うよりか、えー、みんなが思うもん70倍はね影響力があるんですよ。 だから、このね、堀くんとかも名前が出てるし、あのー、僕たちもね、知ってるんですけど、これがほんまにね、あのー、まあ、いわばどこにしましょう。大冠とかね、えー、まあ、普通のね、公立高校にね、えー、堀くんがね、おったらね、 100%ね、選ばれないじゃないですか。だからね、そういうのもありなんですよ。だからこう、甲子園ボーイとか、やっぱ甲子園出てるから、ちょっと、ね、実力がね、過信されて評価されてるだけで、えー、実際はね、そんなね、えー、評価っていうのはね、僕はね、高くないと、はい、思ってます。まあまあまあ、あのー、まあ、甲子園に、ね、行くことはすごいですし、やっぱね、そこでね、活躍するのもね、えー、別にね、ほんまにね、すごいことなんですけど、 それやからってプロでね、成功するってね、えー、結構ほんまね、思いがちなんですよね。えー、やっぱその高校野球でやっぱエグイ選手ってやっぱプロでもね、すぐ活躍するやろうってね、えー、まあ藤波選手とかね、大谷翔平選手のね、えー、時とかみたいに、えー、すぐプロでもね、ポンってね、活躍するやろみたいな感じでね、みんなね、思いがちなんですけど、やっぱりね、プロのレベルってやっぱそんな甘くないんですよ。もう僕たち世代なんてほんまにね、 超スーパースターって、ね、言われとったね選手がねいっぱいおって、ほんでその、ね、選手たちってね今どうかって言われたらねそんな、ねまあ、活躍してる選手もいるんですけどやっぱりそんなね簡単にねいかないじゃないですかだからこそやっぱ甲子園のフィルターがかかって評価されているだけで、えー、実際のところで言えばそんなにね、えー、実力とかもねめちゃくちゃねあるわけじゃないと思いますだから、まあ、プロにはね厳しいかなとはいまあ、これがまあ悲しいですけどねまあ、現実かなと思います。はい えー、まあでもこれね、プロに、ね、選ばれる場合とかもね、全然あるんで、そうなったらね、頑張ってほしいですよね。あのー、ほんまにね、えー、プロの世界ってね、ほんまにね、厳しいと思いますし、えー、今回ね、えー、こうなんや、あの、現役、戦力外通告とかね、見たらね、やっぱ、えー、あの選手が、あの選手がとか、あんなんまだできるやろうって思う選手がね、バンバンね、えー、切られたりね、する世界なんで。 えー、そう思うとね、やっぱりこう、なんて言えばいいんですかね、えー、プロの、えー、レベルにその、こんだけね、あんないい選手とか、あんないい,い戦力が切られている中に、えー、その戦力を落としてまで入れたい戦力かって言われたら、そうじゃないと思うんで、僕はね、えー、ちょっとね、プロはね、えー、厳しいかなと思いました。はい、ということでね、えー、皆さんの意見もね、えー、ぜひコメント欄にお書きください。はい、ということでね、えー、皆さんまた。 えー、皆さんいつもありがとうございます、えー。ということで皆さん次の動画で会いましょう。それじゃあ、お疲れ。